どうも、虹色ライダーでございます。虹色映像始まりました。勝手に、はい、今回はワンピースの回ですね。あんまり人気ないんですけど僕が映像で喋るワンピースはあんまり人気ないですね。なぜなら別に考察とか新たな発見とかはないから、ただただ感想を言うっていうだけ誰も聞きたくねえみたいな。今回はですね、シャボンティーショットですね。はい、わずか3巻、51から53で、まあ終わっちゃうというか、まあ結局ここで麦わらの一味が、まあバラバラになって、まあ61巻でまた再開するから、またシャボンティー諸島から始まるんですけども、まあ他の島とは変わった感じですね。他の島だったら、まあ国、そこに降り立って、まあ戦いがあって、それが解決したら次に行くっていう感じなんだけど、シャボンティショートはちょっと違った、感じになっておりますが、まあここは本当に、なんだろうな、伏線だらけでもあるし、もう新たなキャラクターがいっぱい出てきた回ですね。まあシャボンティショートですからね、それにちなんであんまりまとまりがないみたいな、話になってます。何も解決しないというか、結局、どうなんのっていう感じでこうバラバラになるし、そういう感じの話になりますけども、まずね、これはやっぱ後に分かることなんですが、鉄仮面のデュバルっていうのが出てくるじゃないですか。サンジに顔が、まあ、似てる、その手配書の顔がそっくりだっていうので、出てくるんですけど、これはやっぱり、後のね、ビッグマムの、ホールケーキアイランドのとこで、サンジの話が出てくるんですけど、サンジもやっぱ、その、幼少の頃の話で、仮面させられてましたよね。あれの伏線だったってことが、まあね、この時で分かるやつはいないね。鉄仮面のデュアルとあのサンジの鉄仮面がそこでリンクしてるっていうのはなかなか後から分かることなんですけど、あ、そこでそういう感じで繋ぐかみたいなところもちょっと面白い。まあデュアルの立ち位置がね、意外とこう、なんだろう、おふざけ位置というか、いてもいなくてもいいんじゃないかなっていうふうに思わせといて、実はそういうヒントが隠されていたっていうところが、まず、わかるかなと思います。で、あとは、このルーキーたちがめっちゃ出てきますよね。はい。で、まあ、結局、なんやかんやで、新世界編になって、このルーキーたちが、まあ、いっぱい活躍するわけですよ。まあ、ルフィとの絡みもある。未だにないのが、ウルージと、まあ、ボニーはね、今、ちょうどジャンプで、めちゃくちゃ絡んでますけども、ウルージがまだね、ポツンと、空島でまだ療養してんのかわかんないけど、出てきてませんね。はい。っていう感じになってます。で、さらに、まあ、レイリーが出てきて、いろいろこう、ロジャーの話とかも聞ける感じにはなっています。まあ、気になるのは、多分僕、過去に音声でも喋ってると思うんですけど、シャッキーですね。こう、レイリーと一緒に住んでる、まあ、半ば奥さんみたいな感じになってるんですけど、シャクヤクっていう名前、通称シャッキーなんですけどね。まあ要は、ルフィがこう、クマにね、飛ばされた場所がこう、アマゾンリリーでね、ハンコックがいる女だけの島なんですけど、ここの、要はハンコックの立ち位置、女帝の、先々代かな？先代の女帝はおばあちゃんとしていたけど、あ、違う、先代の女帝か。もうその辺ちょっと忘れた。けど多分シャッキーも、鳥ヶ島の、女帝だったんじゃないかって言われてます。死んだかどうかがはっきりされてないから。先々代だったかな。まあ、これは、本編で結局も未だに描かれてないですけどね。それがシャッキーだったってことが。わかんないけど、シャクヤクっていうのは花の名前だし、アマゾンリリーの、住民たちの名前がみんな花の名前ってなってるのと、ハンコックがルフィに恋をしているっていうことをすぐ見抜いたのがシャッキーだったっていうところで、まあ多分そうじゃないかなと、言われてます。まあ自分のこともね、重ねてそう思えたんじゃないかなっていうのもあります。はい。まああとその伏線で言うと人身売買ですかね。まあ結局ドフラミンゴがここで、糸を引いてるというか、バックにいたっていうことが、まあ後にわかる。ドフラミンゴの話にもつながっていく。だから新世界編のさまざまな話が意外とこのシャボンティには含まれている、まあ伏線としてね、まあ気づかないけどねまああと
僕的に驚いたのはアーロンパークの形と、シャボンティの、街の作りが、そっくりだったっていうところが、ああ、なるほどっていうところですかね。まあ、あと、すごく、まあ、気になるセリフ、個人的にですけど、レイリーがこう、昔話をした時に、ロジャーのね、ところがこう出てくるんですよ。わかるかな？写真に出すか。まあ、ロジャーが、俺は死なねえぜ、相棒って言ってですね。で、この死なねえの方に、てんてんてんってついてるんですよ。ここがやっぱ気になりますね。はい。実は生きてんのか。まあ、これを読み取ると、俺の意志は死なねえよっていうことだろうなって誰もが思うと思うんですよ。俺の意志は次の、誰かに、まあ結局ルフィだと思うんだけど、死なない、意志は死なないで、誰かがちゃんと持ってくれるみたいな。そういう言い回しだろうっていうのが、まあ一番妥当かなって思うんですけど、まあ意味深っちゃ意味深ですよね。これ。実は生きてるっていう可能性もなくはないみたいな。でもレイリーのね、話口調だともうロジャーは死んでるっていうことにはなっている。まあこの辺がね、まあそろそろジャンプでもね、いろいろ分かってくるところかなと思いますが、結局白ひげも言ってたんですけど、頂上決戦の時に、ティーチが、黒ひげがね、現れた時に、お前じゃねえんだよって、待ってるのは。あれも意味深だなと思いますね。だから、誰かが、必ずやってくれるっていう、時を経て、今じゃない。こうロジャーがそれを分かっていたっていう、なぜ分かってたのかっていうところが、まあ、気になりますよね。で、自分じゃできないっていうので、自分の意思をね、次の世代、その次の世代っていうか、まあ、どっかいずれやってくる誰かに、託したっていう感じはするけど、なぜ分かってたんだっていう。そして、それを解く鍵っていうのは一体何なのか。それはルフィが持っている何かなのか。そこがね、なかなか謎ですけども。まあ、50巻、51か。まあ、50巻、の最後の方から一応始まるんですけど、シャボンティの話っていうか、まあ、最初デュバルのとこからなるんですけど、まあ、キリがいいというかね、大体半分ぐらいになって、まあ、結局、新世界編は61巻から、始まるし、まあ、結局、シャボンティもその再開されるのがここからだから、まあ、ある意味、こう、分岐点みたいな、ところなのかなと思うので、まあ、結局、ワンピースは120巻ぐらい。まあ、120何巻かなが最終巻になるのかなっていうのは個人的には想像しております。というわけで、まあ、あとはあれですね、天竜人の絡みもここで出てくるっていうので、まあ、結局はだから新世界、天竜人の、話もこれから絶対出てくる。まあ、ちょいちょい出てきてますけど、詳しくその辺は出てくると思うので、またその新たな展開になった時にこのシャボンティから実はこういうヒントが出てたっていうところは明らかになるのかなとは思います。まあ考察はしないですけど。という感じで、今回はシャボンティ諸島のところをちょっと話してみました。聞いてくれてありがとうございました。さよなら。